UMB。 こんにちは、アマミセラトです。今回は玉親森について紹介するように飼い主に言われました。精一杯紹介していきます。玉親森の仲間はオーストラリアの砂漠に住んでいます。全部で9種が生息していて、そのほとんどが巣穴を掘って半分地中で生活を送ります。昼間は地表温度50度を超える大変厳しい環境です。昼の間は巣穴の中で過ごし、夕方日が落ちてくると活発に活動します。玉親森の名前は尻尾の先端にある小さな球状の部分が由来です。実はこの丸いの、なんで丸くなっているのか、まだ分かっていないんだって。オーストラリアは、野生動物の輸出を、厳しく禁止しています。そのため、ペットとして飼える玉親森は、すべてが、ヨーロッパなどで繁殖された個体で、とても高価です。この背筋玉親森も、ヨーロッパの繁殖個体です。だいたいオスで6万、メスでは10万を超えることも。玉親森の仲間で、最も有名なのはナメハダ玉親森、次にオニ玉親森、オビ玉親森も多く流通しますが、それ以外の種類はかなり珍しいんだって。実際、飼い主も、イベントでこの子に出会うまでは、背筋玉親森、という名前を聞いたこともなかったみたい。あ、こっちを見た。取られてるのに気づいたかな？そうそう、ヤモリの特徴は、舌がすごく柔軟なこと、見ててくださいね。ほら、鼻先から、目の表面、顎の後ろまで、ペロッと舐めてお掃除しちゃいます。この仕草も、とても可愛いですよね。ヤモリの目の表面は、まぶたが変化した透明な鱗に覆われています。目は閉じられません。そのため、頻繁に舐めてメンテナンスをしているんです。さて、飼育で気をつけるべきことは、彼らが巣穴を掘る動物であるということ。飼育ケースの中には、かなり厚めに砂を敷きます。半分は水で少し濡らして、掘りやすくしてあげます。ウェットシェルターを、半分埋めておいておくと、その中に穴を掘って入ります。巣穴の中は湿度をキープ、外は蒸れないようにします。温度は最低でも28度。ホットスポットがあると、昼夜のメリハリがついて健康的に飼育できるようです。夜になれば、かなり活発に動いている姿を見ることができます。オーストラリアではかなり厳しい環境に生息しているせいか、性格はかなり図太く、それでいて丈夫です。飼い主も、映像は夜、ご飯を与えた後に、一時的に、明るいところにケージを移して、撮影しています。しばらく撮っていると、気づいたように、くるりと反転。そのまま、シェルターに潜ってしまいます。とにかく砂遊びが大好きなので、夜、砂をいじくり回しているうちに、シェルターの入り口を埋め戻してしまい、明るくなってもシェルターの中に戻れず、しょぼくれていることもあります。とにかく、とってもキュートなヤモリです。残りの時間は、そんなキュートな玉親森の姿を、じっくりお楽しみください。それでは、どうぞ。
観察、お楽しみいただけましたか？今はまだ最低限のサイズのケージで飼育していますが、そのうちしっかり巣穴を掘っても大丈夫な広くて砂のたっぷり入ったケージをセッティングしてあげたいです。そうそう、実はこの子は女の子なので、早めにお婿さんも探してあげたいところです。こんな可愛いヤモリさん、子供もさぞ可愛いことでしょう。ぜひとも繁殖をしていきたいって飼い主が言ってました。